いいですね、なんかちょっとホタルイカの漁みたいに ね、 そうですね、なんかちょっと綺麗ですね、これありますね、信州らしいこう山に囲まれた緑というところもあるかもしれません、うん、琉球のボールでキックオフ。さあ前線でボールを拾って阿部からパスは出させませんが、これはチャンスになるか、琉球セカンドボール拾えるか、セルジーニョ、風間、風間シュートは先制、琉球1対0、風間前半18分、今シーズン4ゴール目だって。最後シュート難しかったと思うんですけど、この後ワンフェイク入れて切り返す、ここでシュート短かったと思うんですけど、よく腰ひねって ね、 ここね、さあ注目の小泉、ここ受けれますから、体も強さがあります。阿部を選択、阿部2対0追加点琉球。この後ですね、くるっとターンして、ここで1回見るんですよね、で逆に裏のスペースに出して、阿部選手はまあ見事なシュート、鋭いボールが、こんだけこのパス回しが早い、そうですね、サッカーが展開されるとレフリーのポジショニングも、ね、風間から前線渡して、うん、裏山解説、その前のディフェンス、なんか小泉がしています、かわいい低いボール、阿部、阿部、風間3対0琉球。これよく阿部選手も見てましたね、これね、これもよく吹かさずにね打ちましたし、河合が近くにいますが、上里、押し込めるか、小泉最後押し込んで4点目。このギャップをついて琉球がうまく攻めましたし、これねよく村山選手止めたんですけど、小泉選手が侵入していきます。アウグスト、かなり激しくいくがボールを失わない琉球、左に渡して沼田、侵入して浮かしたところ、上原5点目。でプラウェイの動きから落ち着いて右足、クロスも素晴らしいし、やっぱりシュートもね、低いボールできました、セルジーニョ、自分で行って、うん、1点返した松本、作ってますよね、この辺りがやっぱりね彼のうまさですよね、ここでここでちょこっと出して自分でシュートコースを作って出だし、中上げられればチャンスになります。6点目が入った琉球、素晴らしいですね、ここで一度ね切り返して、角度はなかったんですけど、よく大野へ、ここへ上原行きます、こういうプレーがねやっぱりチームを鼓舞しますね。